はい、毎度おなじみ天の声です。今回は東京都の、五反田にあるモンスターグリルさんで、巨大ハンバーグタワー4キロのチャレンジをしてきた時のやつ。いや、これハンバーグのタワーってもう全人類歓喜でしょ。もうこのチャレンジ初めて知った時、小学校の時の作文で、ハンバーグ積み重ねて超高層ビル作るって、書いたことね、思い出しましたわ。その時先生にはね、普通はお菓子の家じゃないんかいって、突っ込まれましたけど、僕はね、ハンバーグの方が好きなんで、ただね、浮かれてばかりいられないのが、よく見るとね、内訳が4キロ中、ハンバーグが3キロと、なかなかのガチ具合。制限時間もね、長いとは言えないんで、重量の割にはかなり難易度高そうです。期待と不安半々で臨んだチャレンジ。それでは本編の方どうぞ。さあ始まりました、全国の良い子の小学生のね、食べてみたい食材ランキング。堂々1位のハンバーグタワーなんですけど、これね、総重量が4キロで、内訳としてはね、最初に申し上げたように、ハンバーグ3キロと米1キロの、ガチ固形ですね。てか、このガチ固形って表現最近使ってるんですけど、冷静に考えてみたら、固形は固形でガチもクソもないですよね。なんとなくですけど、野菜とか卵とじみたいなね、水分比の多い固形は除いた固形みたいな、イメージ。で、このハンバーグタワー、ご覧いただいたらわかるように、タワー全部が同じ大きさのハンバーグじゃなくてね、上から下に行くにつれて徐々に大きくなっていってるんですよね。食物連鎖のピラミッドみたいな形になってます。チーズ伸びすぎて草なんですけど。てか食物連鎖のピラミッドで考えたら、その頂点に立ってたね、ハンバーグタワーの頂点のハンバーグ、何言ってるかわからなくなってきたんですけど、要するにそれを食べ終えたということは、つまりはこのハンバーグタワーをね、制したと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。あと、このタワーね、地味に、てか地味じゃなくて派手にですね、チーズがっつりかかってるんですよね。チャレンジメニューの要項には、チーズ書かれてなかった気がするんですけど、サプライズかなんかですかね。このね、お店、トッピングに、チーズと目玉焼きがあって、正直ね、トッピングするか悩んだんですよね、注文する前に。その方が、映えますし、でも悩む心配なかったですね。普通にセルフチーズトッピング&卵トッピングされてましたね。しかもね、チーズトッピング想像以上にがっつりかかってて、むしろ嬉しい通り越してちょっと笑顔が引きつってましたね。その時脳裏にはね、大惨敗したチーズタッカルビチャレンジングがよぎりました。いや、メニュー表の写真だと、本当にね、チーズトッピング、軽いアクセントみたいな感じなんですけど、僕の食べてるやつね、普通にハンバーグ感横断して滝のようにチーズトッピングされてますからね。しかもね、ちゃんとハンバーグとハンバーグの間にまで浸透してます。モンスタータワーに合わせてね、チーズトッピングもモンスター化してましたね。
あとこのチャレンジ、まあ、サプライズはチーズだけにとどまらず、まあ、開始前にもお見せしたようにね、なんとソースもね2種類選べるんですよね。しかもね5種類から好きなやつ選べます。今かけてるのはねデミグラスソーシングですね。ハンバーグの嫁的ポジション。長年の夫婦がわざわざね愛してると口にしないのと一緒で、ハンバーグとねデミグラスソースが合うこともわざわざ申し上げることすらおこがましい不変の断りですよね。ただこのソースたちがついてくるの、これもねチャレンジの要項に書かれてなかったんで僕知らなかったんですよね。だから当日ねお好みのソース選んでくださいって言われた時にめちゃくちゃ悩みましたね。悩んだって言っても10秒ぐらいなんですけど、その10秒でやっぱりめっちゃうまそう、とりあえず大正義デミグラス確定で、またあと1個何しようって感じなんですけど、まあ、やっぱりね、やっぱこってり味噌と対象にしてさっぱり和風ソースか、まあ、ネギ塩ソースがいいかな。でもやっぱりね、ガーリックソースってやばい、ニンニク白ワインやばいっすよ。でもとろみがあって重そうなんで、まあ、ガーリック結構ね、まあ、オービス上で効いてきそうやし、ここはねやっぱお店オリジナルの、まあ、オーズソースにしようかな。でもねニンニクソース匂い気になるんですけど、まあねデミグラスでプラマイゼロと、うんって感じで、多分ね今年一番頭回転させてました。うん、でもね正直どれも美味しそうで、追加料金払ってでも全部試したかったですね。てか今更なんですけど、ハンバーグ様3キロに対してねご飯1キロって、まあ、かなりの肉比率ですよね。これハンバーグ&スペーキの専門店なんで、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、まあ、少しのおかずでね、まあ、大量のご飯をかっこむ米の戦士、まあ、ライスソルジャーの僕にとってはいささか米不足、むしろね逆ぐらいの日でちょうどいいか、まあ、それでもねまだハンバーガー余るぐらいな気がするんですけど、てか正直ねハンバーグ様が直々にね手を下さたとも、まあ、先ほど紹介したあのこのハンバーグにかけるね、まあ、ソースどっちかでご飯1キロくらいならね、まあ、余裕ですわ。ソースでご飯食えることでマウントを取りに行く男。いやてか今更ですけど、このハンバーグの味もうやばったにえんですよ。正直ハンバーグってだけでも勝利は約束されてるんですけど、まあ、その中でもねやっぱ専門店ならではのクオリティ発揮してますね。牛ヒレ肉の中のシャトーブリアンみたいな、そんな感じです。どうやって固形保ってんねんってぐらい柔らかくて、このハンバーグね、ぶっちゃけると、まあ、形式上ね、ナイフ使ってますけど、ナイフいりませんね、これ。ファッションナイフですわ、もう。多分ね、その辺の100均で売ってる、まあ、物差しでもね、十分切れる。まあ、そのぐらい柔らかいです。あとね、切った瞬間の肉汁がやばいんですよね。ハンバーグ切った時に、まあ、肉汁が出ることが、まあ、いいかどうか、は結構ね諸説あるところなんですけど、このハンバーギングの場合は肉汁外に出てもなお、まあね本体に溢れんばかりの肉汁秘めてるんで無問題ですね。そもそもうちに蓄えてる肉汁の絶対量がやばいと。しかもハンバーグを重ねるタワー構造になっていることによって、まあ、上の段でね溢れた肉汁、切った時に溢れた肉汁が、まあ、下のハンバーグにね降り注ぐんですよね。まあ、だから、まあ、下にあるハンバーグは最初からね、まあ、すでに、まあ、肉汁トッピングを受けた状態、まあ、このね外柄の肉汁と、まあ、内に秘めてた肉汁の、まあ、ダブル肉汁でもうノックアウトですよ。僕が小学生の時にね、まあ、このモンスタータワー食べたら、まあ、ある意味ね刺激強すぎてショック死してたかもしれん。まあ、さらにね上から下へとどんどんね肉汁が蓄積していくんで、まあ、旨味が濃縮されていくんですよね。だんだん肉の甘みがねより感じられるようになると、まあ、ちょっとねこのハンバーグタワーにする構造を考えた方、まあ、狙ってたとしたらね天才すぎませんかねこれ。いやしかしここまで食べ進めてて、まあ、僕にしてはねそこそこご飯対ハンバーグの、まあ、日をね注意してたんで割とねバランスよく食べ進められてたんですよね。残りハンバーグ1枚ちょっとでご飯まだ残ってましたし、このままのペースで食べ進めても多分ハンバーグ半分ぐらい残って、まあ、それぐらいだったらねハンバーグ単体でも
まあ、ノリでいける。まあ、ライスソルジャーにしては、まあ、旧大点であると、まあ、そう考えてたんですよね。最後のハンバーグに取り掛かろうと、視線を移したその瞬間だった。その事実に気づいてしまったのは、まさにこの最後一枚のハンバーグを切ろうと思った瞬間に気づいてしまったんですよね。実は、もう一段下にハンバーグがあったというね、気づいてはいけない事実に。いや、ほんとね、これ、カメラ側からならまだかろうじて見えたんですけど、僕の方からだとね、全く、ま、サラダに隠れて一番下のね、ハンバーグ見えなかったんですよね。ほんとにこの瞬間までハンバーグラスト1枚だと思ってたんで、正直ね、心臓飛び出そうになりました。シャレにならなかったです。いや、何がやばいって、このハンバーグタワー、ま、最初に申し上げたように、ま、上から下に行くにつれてね、だんだんとハンバーグ系が大きくなっていく仕様になってるんですよ。まあ、つまりは、このうっそうと生い茂るサラダの中から発掘された一番下のハンバーグ。それすなわち最大系のハンバーグなんですよね。でもそんなね、バケモンハンバーグが、ご飯も残りわずかって時にね、真の黒幕登場やで、みたいな感じで出てきたんで、ういっすって感じでしたね。今まで自分がラスボスだと思ってたハンバーグはね、実はフェイクで、真のラスボスが眠っていたことにね、気づいてしまいました。いや、てかこの瞬間まで僕、いや、やっぱハンバーグ3キロ多いなーみたいな、ご飯結構節約しなあかんなーみたいな、まあ、頭お花畑状態で食べてたんですけど、まあ、実はその多いと思ってたハンバーグが2キロぐらいとはね、夢にも思いませんでしたね。思い知らされましたわ。ハンバーグ3キロ。その真骨頂。いや、ほんと、ま、ハンバーグ対ご飯3対1って、ま、比率以上にハンバーグ多く感じますわ、これ。ま、よく考えたら、ま、ハンバーグががっつり入ってると言われてた、あの、松屋のビーフハンバーグステーキ定食でも、確かハンバーグ 200g に対してご飯 250g ぐらいで、まだそれでもね、ご飯の方が多いぐらいだったんで、この3対1っていう比率はね、別に僕みたいなライスソルジャーの民じゃなくてもね、だいぶハンバーグしてるように感じるんじゃないでしょうか。いや、ハンバーグ多いってかなり贅沢。普段なら両手放しで喜んでもいいとこなんですけど、まあ、大食いチャレンジではね、まあ、そんなゆうちょ銀行なことは言ってられないと。まあ、ハンバーグ、つまり肉が多いこの比率は、4キロの中でもきつめの、まあ、ガチ固形4キロの中でもかなりハード。だってね、ほぼ肉ですもん、もう。しかも、チーズパイセンの5カゴも受けてるんでね、まあ、だいぶヘビーですね、これ。ここのハンバーグめちゃくちゃ柔らかいんで飲めるんですけど、飲めないんですよね。まあ、正直何言ってるかわからないと思うんですけど、まあ、たとえね、柔らかくてもヘビーなことには変わりないんで、まあ、胃の中に入った時のね、重量感がすごいんですよね。そうすると、まあ、胃袋が、まあ、待ったをかけるのか、まあ、ほんとね、飲み込みやすい食材でも急に飲めなくなるんですよ。いや、ほんとね、これ、大食い七不思議の一つなんですけど、まあ、チーズとかね、豚角煮とかでも、あんなにトロトロしてるのに、序盤飲めてもね、終盤になってくると全然喉通らなくなるっていう。つまり何が言いたいかと申しますと、まあ、ハンバーグは飲み物。まあ、正しい時と場合によります。そして、今まさにその時と場合に差し掛かっております。いや、僕の頭の中ではね、ここで完食だったんですけど、まあ、なぜかね、1キロ弱のハンバーグがまだ目の前におります。ここで問題になってくるのが、やっぱ時間ですね。まあ、大食いって、1キロ食べてる時よりも、2キロ食べてる時の方が、まあ、2キロ食べてる時よりも、まあ、3キロ食べてる時の方がね、どうしてもスピードをしてくるんで、ある程度ね、序盤に、
終盤ペース落ちることを見越して、まあ、アド取っておく必要があるんですよね。だからといって急ぎすぎると食べ物詰まっちゃうんで、まあ、いい感じのペースで、まあ、やる必要があるんですけどね。だから、まあ、順当に行くならだいたいね残り15分から20分ぐらいで、まあ、ラス1って言っても1キロ弱あるんでね、ラス1間皆無なんですけど、まあ、便宜上ねラス1の、まあ、巨大ハンバーグに差し掛かるのが、まあ、理想なんですけど、まあ、ただねちょっと前まであのハンバーグ1個見失ってたせいでペース配分も行方不明になってましたね。僕がね事前に考えていた完璧なシミュレーションではだいたい10分残しぐらいで、まあ、ペロリとね、まあ、完食をし、まあ、軽く雑談でも挟んだ後に爽やかな感じで成功報酬としていただいた食事券にさらに火口を課金し、このね 1.3 キロトマホークステーキスペシャルビッグサンダーギャラクシートマホークマウンテンステーキをね注文しようと写真までバッチリ撮ってたのに、どうしてこうなった？トマホークステーキってどういうカメラ角度が一番ね見えやすいかとか考えてる場合じゃなかったですね。しかもね地味に回収しづらい、まあ、野菜がね最後に待ってるのもまあまあ怖いんですよね。フォークとナイフしかないんで、フォークで回収することを考えるとね多分 2,3 分は、まあ、かかると思うんで、とりあえず現状を一言で表すなら絶対絶命。うん、てかなんか僕がナイフとフォーク使ってる回大体死闘になってる気がするんですけど、気のせいでしょうか。これは僕がねナイフとフォークの扱いが未熟っていうことももちろんあるんですけど、大体ナイフとフォークが登場するときって、まあ、でっかい肉が絡んできてるんで、おのずと高難度チャレンジになりやすいというところも、まあ、起因していると思います。そう考えるとナイフフォークさん、まあ、死闘の前に、まあ、現れる、まあ、予兆みたいな感じの役回りですね。なんか大食いの死闘動画見たいなって思った時とかはナイフとフォーク使ってる動画から探してみるのがいいかもしれん。35分経った時にこの感じだったんですけど、これ野菜がちょっと残ってる。あ、でもお肉完食されてる。あ、そうなんですか。もうこの状態です。あ、すいません、じゃあ、はい、ごちそうさまです。
ー。